メディアに求めることってこういうことだよなっていうのをこう体現してくださってる。排除されやすい、まあ、マイノリティの意思を取り上げてもらえる。チューズライフプロジェクトが生まれたっていうことが、21世紀の一つの大きなニュースとして、記憶されるであろうと。まあ、同調圧力とかですね、政権の圧力に屈しないスタンスで非常に本当の意味のジャーナリスティックな番組を作ろうと。多種多様な視点があって、多種多様な怒りがあって、あるいは多種多様な意見があって、生の声として聞けることっていうのはすごく貴重なことですし、声を組み上げて議論の場を作ってくれる。で、社会や政治が変わっていくということ、組織メディアというのはやはりかなり政府だったり企業だったり向いていて、ニュースを作ってしまっている。人権の問題でこう侵害されやすかったり、まあ、その多数決の問題だとなかなかこう排除されやすい、まあ、マイノリティの意思を取り上げてもらえるっていうのはすごいありがたいなというふうに思っています。私たちの生活に役に立ち、それから勇気を与えてくれる意思みたいなものを感じるメディアっていうのが、もっともっとこれから私たちのこの次の社会には必要になってくるのかなというふうに思ってます。ある意味での過激さみたいなものが求められたりとか、伸びやすい社会の中でこういう誠実なレッテル貼りをしたりとか、カテゴライズしたりとか、安易にやらない、こういうメディアがしっかり伸びていってほしいなというのを思っているところです。まあ、今後もチューズライフプロジェクトが、まあ、より良い発信を続けていくために、私もまあサポーターの一人として応援していきたいと思ってますし、ぜひ皆さんも応援していただければと思います。みんなで CLP を応援しましょう。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。本日司会を務めますダイアログフォーピープルフォトジャーナリストの安田なつきと申します。さあ、地域によっては台風が接近中というところで、皆さんの地域いかがでしょうか。引き続きご安全に過ごされてください。さあ、今夜はあさって2日からシアターイメージフォーラム、そしてヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国で公開が始まるコレクティブ、国家の嘘という映画を題材に、デモクラシーについてゲストの皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。というのも、この映画、ライブハウスで起こった火災を発端に、徐々に公権力の腐敗が明らかになっていくというもので、で、それがきっかけになって内閣が倒れて、で、一気にその改革の気風が吹いたかのように見えるんですが、最終的にそれがどうなっていくのか、政権交代の経験がほとんどない乏しい日本にとって、この映画非常に多くの示唆を与えてくれるものではないかというふうに私自身も感じています。で、この映画私も見させてもらったんですけれども、特にその取材をする側、記者の目から見ていくと、権力にこう鋭く切り込んでいくような記者たちのこう姿勢が見える一方で、権力の代弁者になろうとするようなメディアの姿もあって、で、一枚岩ではないその報道側の視点ということからも、非常にこう考えさせるものが多く、重層的な映画だったというふうに感じています。皆さんもご存知の通りと思いますが、衆院選も間近ということで、選挙にも直接関係する映画ということもあって、本日使用するハッシュタグも、ハッシュタグ、投票20、下のバナーにも皆さんに見ていただいているところであると思いますけれども、ハッシュタグ、投票2021としました。いつものように皆さんからご質問、ご感想を受け付けております。ツイッターではこのハッシュタグ投票2021で皆さんにこうツイートしていただくか、今皆さんがご覧くださっているこの YouTube のチャット欄にも書き込んでいただければと思います。またその際に冒頭にカッコ質問だったりですとか、カッコ感想というふうにつけていただけると、私たちピックアップしやすくなるかなというふうに思います。また LINE でも皆さんの声を受け付けております。あ、こっちか。こちらですね。で、今皆さんから見えていると思いますが、右上に出ているこの LINE の QR コードからお友達登録の上、皆さんの声をお寄せください。なお、この生配信は公益性の高い情報を早く広く発信していく公共ネットメディアチューズライフプロジェクトが市民サポーターの協力を得て無料で皆さんにお届けしております。ということで、早速ここからゲストの皆さんに加わっていただきたいと思います。まず
官邸での総理への追及をはじめ、武器の取引問題であったり、最近では入管問題も精力的に取材をなさっています。東京新聞記者の望月磯子さんです。望月さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ご存知の方も多いかと思いますが、望月さんの著書、新聞記者が原案となった映画も昨年公開されたばかりということで、本日は記者の目からも鋭く、この映画から見えるものを伺っていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。そして、富山市議会の腐敗を暴いていって、その過程をまとめた映画。ハリボテの監督でいらっしゃいます伊予木部幸男さんにも加わっていただきます。伊予木部さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。伊予木部さんはテレビの報道現場で取材を続ける記者さんでもあるということで、その視点からどんなふうにこの映画を捉えたのかということ、後ほどしっかり、ゆっくりと伺っていきたいと思います。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、ある意味お二方映画関係者ということだと思うんですけれども、かつ現役の記者さんということになると思いますので、まだまだこの映画これから公開ということで、ネタバレにならない程度に議論を進めていきたいなというふうに思っています。難しいですよね、ネタバレにならないように。でもちゃんとこう問題の本質は伝えていくっていう、非常にこう微妙な絶妙なバランス感覚が問われるところだと思うんですけれども、まず映画のあらすじ、冒頭で少しだけ皆さんにはご紹介しましたけれども、詳しく見ていく前に、お二方がこの映画のどんなところにこう着目したのか、あるいは印象に残っているのかということも伺いたいんですけれども、まず望月さん、いかがですか、この映画ご覧になってみて。そうですね、この、出てくる主人公のトロンタンって方は、向こうでは記者さんですね、運動部の記者なんですけど、日本でいう運動部というと、かつて伊予木部さんもね、少しそのサッカーとかチーム取材してたと思うんですけど、どっちかといえば、その運動部の記者さんっていうのは、スポーツをこう盛り立てる役というか、明るい面だけを報じるってイメージなんですけど、このトロンタンっていうのはもう、これまで数々、大臣級含めて、その調査報道のような形で、辞任をさせたりとかですね、権力者を追い詰めるという意味での運動部記者だったということで、で、その同じ運動部でも全然ちょっと日本とイメージが違うなという衝撃とですね、あと、これだけね、すごいスクープを重ねてるんですけれど、取材してる記者さんたち、トロンタン含めて皆さんそうなんですけど、だんだんね、表情がどちらかというとこう深刻で暗くなっていくというか、日本だったらですね、一本二本あれだけのスクープを放ったら、もうそれだけでなんか会社でよくやったみたいな、お祭り騒ぎになってもいいぐらいなんですけれど、彼らがやっぱり入り込んでいく、その取材していく先っていうのは、本当に、権力と、医療業界の腐敗ってところの生々しい側面を見ていくので、その問題に自分たちが入っていくことのリスクとかですね、そこから社会や政治がどう変わってしまうのかという、それに対する、なんていうかな、一つの、単に明らかんとスクープやったぜではなくてですね、非常にこう、そのことに、そのことを突き詰めることへの覚悟とか、そのことに対する恐怖とかを彼らがもう身をもって感じてる。そのね、やっぱり、迫ってく対象に対する、大きさとその覚悟っていうのを見てると、ちょっと私なんかが日本の記者からするとですね、やっぱり全然違うんだなという気がしましたし、その、笑顔というよりもむしろどんどん彼らの表情は固く深刻になってくっていうところが、本当にジャーナリズムをね、厳しく追求していくと、やっぱり一本二本のスクープで笑ってる場合じゃないんだなってことを私自身はね、感じました。いや、おっしゃる通りですね。映画を見進めていくと、例えばその疑惑を追及してきた記者に対して、これは脅しだなという、動きが見受けられたりですとか、そこにやはり、権力の、腐敗の深さというものが見て取れたような気もするんですが、今日は望月さんの後ろに、背後に掲げられているスローガン通り、空気を読まないでやっていこうかなというふうに私たちも思っております。伊予木部さん、いかがでしょう？この腐敗、疑惑を追求していくという意味では、ご自身が監督された映画にも重なるところはあったと思うんですけれども、この映画どんなふうに捉えていらっしゃいますか？僕が作ったハリボテもそうなんですけど、権力の腐敗だったり不正を、暴いていく、メディアが暴いていくのを描いたドキュメンタリーっていうのは、テレビでも映画でもあると思うんですけど、今回のすごいのは、その権力を暴くメディア側と、
その権力に追求され、あ、メディアに追求される権力側にもカメラがしっかり入ってですね、その内幕を描いてるんですね。うん、これは正直度肝を抜かれました。しかもそれが、日本でいう、いわゆる厚生労働大臣に密着するわけです。もう今のコロナ禍だったら、まあ、一番密着したい人でもあるわけですよね。その人たちが、どういうふうに、政策を考えて悩み、メディアと対峙していくかとか、まあ、いろんな苦悩が見えるんですね。そこが本当に、もしかしたら最大の見どころかなっていう気はします。あとは、作り手の観点からいくと、今回の映画は一切インタビューがないんですね。その、カメラの前で行われているやり取りだけで展開していくので、で、しかもその海外の映画ということで、これはもしかしたら、ノンフィクションなんじゃないか、フィクションなんじゃないかなと、そのゲタなんじゃないかなと、見まがうぐらいの、迫力のある映画だなというのがすごく印象に残ってます。そうですね。映画のこう作り手がインタビューをこう申し込んで、で、それでこう答えてもらうっていうこうシーンがないからこそのこう緊迫感もあるのかもしれないですし、うん、後ほどまたしっかりお話をしていこうと思いますけれども、今、伊藤さんがおっしゃった通り、今の日本でいうところのこう厚労大臣が、例えばこう、同僚たちと一緒にね、これどうするとか、うわ、今日またメディアにこんな風に報じられたよとか、なんかそんなね、本音もこう、垣間見れるようなところも取られているということが、一つ特徴かと思います。ということで、ここまで聞いてくださった皆さん、この映画、どんな映画なの？どんな映画なの？というふうにこう、気になっていらっしゃると思いますので、改めてこの映画自体について見ていきたいと思います。で、ここで映画の一部の映像を流していこうというふうに思っているんですが、この事件のといいますか、まあ、動きの発端になった実際の火災の映像がこれから流されます。なので、もしも、そういった映像を見たときに気分が悪くなるという可能性がある方、映像をオフにして3分程度経ってからお戻りください。ご自身の、心を守るということを皆さん最優先にされてください。では、ここで見ていきたいと思います。始まりは6年前、ルーマニアの首都ブカレストにあるライブハウスでライブが行われていました。曲が終わった直後、火災が発生。火は瞬く間に広がり、多数の死傷者を出します。一方で病院に運ばれて、一命を取り留めた人もいましたが。Nu știm dacă toți ar fi trăit, dar cu siguranță n-ar fi murit încă 37 după data de 30 octombrie. Același mesaj vi s-a transmis și dumneavoastră? Adică erați la fel de liniștiți ca noi toți, de fapt? Răspunsul a fost șablon la absolut toate spitalele. Avem tot ce ne trebuie. 搬送され助かると思っていた負傷者が次々と病院で命を落としていったのです。Același răspuns ne-a dat personal ministrul de la momentul acela, Bănicioiu. はい、ということで皆さん映像をご覧になってみていかがでしたでしょうか。改めて発端になった火災、そして不信感を募らせたご遺族が会見する様子をここで見ていただいたんですが、一連の流れを整理していきたいと思います。フリップ出ますでしょうか。はい、6年前に映像でご覧になっていただいた通りなんですが、首都ブカレストのライブハウスで火災が発生します。防災機能のない違法建築だったということで、一気に火が燃え広がって、当初負傷者が180名、そして死者が27名という惨事となりました。ところが、
不審なのが、搬送された先の病院で亡くなられた方々、死者がどんどん増えていくということが起きていきます。もちろん重症だった方も中にはいらっしゃるんですが、命を落とすような火傷ではない、軽症だったはずの方々も次々に亡くなっていくという事態が発生しました。で、これはおかしいということで、地元のスポーツ紙、いわゆるクオリティペーパーではない、大衆紙が告発の記事を掲載していきます。で、死者が増えていったのが、実は原因、院内感染であって、で、不当に薄められた消毒液を使っていたからだということを、この、後ほどまたお話になると思いますが、この大衆紙の記者さんが暴いていくことになります。で、一方で火災をきっかけにもともと汚職、脱税疑惑で起訴されていた、当時のビクトール・ポンタ首相の退陣を求めるデモが拡大をしていきます。で、追い込まれて暫定的な政権が発足するんですが、そのチュロ氏内閣でも改革は結局進まずで、ようやく2人目の保健大臣、日本でいうところの先ほど来お話に上がっていますが、厚労省のトップに当たる人物ですね。で、そのポジションに薬を厚生に届けるためのもともと支援活動を行っていたボイクレスク氏が就任することになります。というのがこの映画のまず最初の流れということなんですけれども、で、先ほど伊吹部さんから言及があった通りなんですけれども、このコレクティブの構成、前半と後半で実は主人公が2人出てくることになります。で、1人が政権を追及して告発記事をどんどん書いていく、そのチームのトロンタン記者。で、もう1人が、日本でいうところの厚労省のトップにあたる保健省の大臣、ボイクレスク氏が、2人目のこう主人公ということになっていきます。で、まず前半の記者さんたちの動きに着目をしていきたいと思うんですけれども、このスポーツ紙のトロンタン記者なんですが、映画の中でこういうふうに話していたのがとても印象的でした。報道が目を光らせなければ、国家は国民を虐げる。こういった言葉、どの報道機関もこう大事にしなければいけない言葉だなというふうに思うんですけれども、実在している彼のその追求の姿だったりですとか、あるいはその報道の姿勢、彼個人はもちろんなんですけれども、チーム一丸となってこの告発記事を出してきたわけですよね。で、同じ記者さんとして、お二方はどういうふうにこう捉えたのかということもこう気になるところなんですけれども、まず望月さん、冒頭で少し記者さんのこう姿勢についても触れていただいたとは思うんですけれども、改めてトロンタン記者だったりですとか、あるいはそのチームの動きというのはどんなふうに捉えていらっしゃいますか？そうですね。まあ、一番ベースにしていることは、遺族のことに、とにかく言葉に声を傾けていたっていうのが、一番初めの冒頭からね、印象的でした。で、なぜ助かるはずに病院に運び込まれてにもかかわらず、その自分の可愛い息子や娘が亡くなったのかと。そこに何かおかしさがあるんじゃないかと。ただ当時の、政府側は非常に高い医療でやることができて、ドイツに運ぶよりも適切な治療を受けさせられたんだと言うんですが、受けさせられたにしては、その後どんどん亡くなっていく遺族、子供たちが増えていくってことに、まあ、疑問を感じてる。その親御さんたちの怒りにとにかくまあ、目を耳を傾けてたという姿が印象的でした。で、これをベースに、やっぱり病院の中で何らかの不正、もしくは不適切な医療があったんじゃないかというところから、まあ様々な科学的なね、調査をしたり、それから、まあ隠し撮りをしたり、私も本当に駆け出しの頃はよく隠れてですね、被疑者となるような人の家の近くでパシャパシャやってたのを思い出したんですけれど、本当にトロンタンだけでなく、カメラマンのスタッフとか、女性の記者さんたちももう一丸となってですね、とにかくその、当事者、まあ、不正を犯している可能性のある人たちにの行動確認、それからまあ、その様々な客観的なデータ集め、それからまあ、何よりも、その証言ですよね。内部告発者の証言というものを、そういうものをとにかく積み重ねることで、最終的には、まあ、あれだけの大きなスクープを、もう、ね、クオリティペーパーが他にあったということですけども、当時はもうトロンタンということで、大衆紙である彼らが、とにかく他紙、そして他局に先駆けて、まあ、この権力と、まあ、医療業界のね、不正というのを暴き続けていったと。
まあ、これはだから、ある意味、調査報道としての王道のやり方なんですけれど、ここまで徹底してやってるんだと。で、それをカメラが、まあ、逐一ね、確かにインタビューなしで、その一つ一つを追い続けてるというね、これにもすごい、まあ、驚きました。そうですね。逐一追いかけていることで非常にこう見れば見るほどこう緊迫感が伝わってきますけれども、やはりこうトロンタン記者だったりですとか、まあこの、まあスポーツ紙の新聞報道をベースにしてテレビだったり他のこうメディアにこうわっと広がっていくという連鎖が見受けられたのかなというふうに見ていて思いました。いかがでしょう。よきべさんはこの、記者さんたちの動き、どんなふうにご覧になりましたか？いやまあ、望月さんがおっしゃったように、やっぱりトロンタンさんは本当に記者の鏡というか、で、しかもその国家権力、まあ、国家ぐるみの腐敗に、を追求していったわけですよね。ですから相当なプレッシャーがあったと思うんですよね。その中でも全く動じる気配がなかったですし、非常に、事実のそのファクトの積み上げが丁寧で、さらに、しかも冷静だというような、印象を受けました。で、ただ、やっぱり、その、彼がすごくしっかりして信念もあって、どんどん突き進んでいくんですけど、長期間カメラがその新聞社の中に密着していると、要はその同僚の、先に望月さんもおっしゃったように、同僚の記者の表情が僕はすごく気になってきたんですよね。で、やはりその同僚の部下の女性の記者なんかには、結構迷いが見えたりとか、っていうのがあるんだけど、まあまあ終盤のシーンではそんなことをちょっと寄り添うような感じで、今思っていることを言えっていうようなシーンがあるんですけど、でも結局そのまま突き進んでいくというか、まあ、ぶれない、そのトロンタンさんの姿勢が垣間見えるところもあって、なんかその、新聞社内でのリアルな、葛藤みたいなのも見えて、そこはすごく、面白かったですよね。あとはその、さっきどんどん活性化していったっていう話がありましたけど、日本だと、どっかの社がスクープしたら、一部報道によりますととか、隠して伝えるじゃないですか、クレジットを比較的。最近、まあ、明示することも出てきましたけど、このルーマニアに関しては、このスポーツ紙が報じたところによるとというように、ちゃんと明示して伝えてるところも、映ってるんですよね。その辺がすごく。あとは、記者の名前まで出しているテレビ局もありましたよね。あ、そうですね。だからその辺はすごくフェア、その業界、マスコミ同士もフェアに戦ってるのかなっていう感じはしました。確かに。あ、その視点はなかったなというふうに今ちょっとハッとさせられたんですけれども、ちゃんとやっぱりその記者がこう取ってきたものだよっていう、まあある種のこうリスペクトなのかもしれないですけれども、ちょっとその観点は私も見落としていたところなので、もう一回こう見直した時にちょっとそこに着目をしてみようかなというふうに今思いましたね。まあいろんなこう印象に残るこうやりとりはあったんですけれども、ここで改めてちょっと皆さんにまた映像を見ていただきたいんですが、実際のそのトロンタン記者とそして政府側のやり取りの映像がありますので、ここでご覧いただければと思います。Există diferențe în concentrații între valoarea declarată și cea estimată prin analizele făcute la ICECHIM.Glutaraldehide, de exemplu, avem 12% valoare declarată, 1,23 valoare măsurată. La un produs de iod, valoarea declarată este 10, cea determinată este 7,41, tot în procente concentrație. Bun, deci cam în felul ăsta sunt toate produsele biocide de la firma Hexifarma. Aveți un microfon acolo, dacă nu vă supărați. În gazeta sporturilor. Dintre produsele analizate, câte produse sunt neconforme? La toate s-au constatat neconformități. Deci la toate sunt neconformități? Da, da. Stați deci pe total, fiindcă se analizează produsul. Ok, deci da. Toate produsele pe care le-ați analizat sunt neconforme. Da. Deci este posibil ca 14 produse care nu sunt conforme să fie, să producă acel rezultat ultramajoritar al eficienței? Testele de sanitație arată încărcătura de germeni de pe mână sau de pe suprafețe după ce a fost curățată. Cu Hexifarma? Nu, curățată. Nu ascultați până la capăt? Vă rog. După ce a fost curățată și tratată cu un biocid. Deci aceste produse care astăzi, în număr de 14, de 100% sunt neconforme, sunt cele care au generat eficiența de 95%.
testele pe care le-am efectuat pe aceste substanțe, care sunt teste chimice, nu de sanitație, deci cu totul altul, au ieșit prost. Orice altă apropiere între ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, nu cred că are rost să o mai discutăm în acest moment și nici să discutăm prea mult în legătură cu fostele teste. La ce riscuri a fost supus un pacient care a fost operat de un medic care și-a curățat mâinile cu această soluție, dacă substanța activă trebuia să fie de 25% și la test a ieșit 0,01%? Sigur, există risc, dar nu operăm cu mâinile goale. Da? Sunteți omul care le-a ridicat la ejectim, nu? Nu aș vrea să intrăm într-o discuție, dacă îmi dați voie, legată de ce simțim și ce facem. Nu, dar care a fost primul sentiment? Primul sentiment este acesta pe care vi-l exprimăm fără emoție. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. はい、ということでいかがでしたでしょうか。実はこれ前段がありまして、まず消毒体制というのが各病院で不十分なんじゃないかというトロンタン記者たちのこう記事が最初に出て、でもその保健省側はいやいや調査したけど 95% 各病院のこう調査は消毒体制、私たちの調査でクリアしてましたよというふうに言ってくる。で、ところがさらにそのトロンタン記者がこう追求してみて、いや、そもそものその消毒液が表示成分の濃度の10分の1のものですよ。これ自体が不正ですよっていうことを暴き、それを認めたシーンなんですよね。で、この10分の1の表示成分から10分の1の濃度のものを使って、どうやって 95% もの病院とその、まあ、各施設と、まあ、各、機能だったりですとか、そこが、その調査をクリアしたんですかという矛盾をついていくものでした。で、一方で追及するそのトロンタン氏に対して、遮らないでくださいだったりですとか、その話はやめましょう。感情論は避けたい。あとですね、この後のシーンで、メディアが騒ぎすぎだ。という言葉なんかも出てくるんですけれど、うわーこれ既視感あるなとい う, こうシーンでもありましたが、望月さんいかがでしょう。私途中からトロンタン記者が望月さんにしか見えなくなってきた感じがするんですけれども、このこうやり取りというのはご覧になってていかがでしたか。そうですね、まあ確かその当時のね、厚労大臣が 95% の、まあ、衛生試験で問題がなかったと言ってるんだけど、それ自体がおかしいってトロンタンはずっと思ってて、うん、で、今出てきたのは、まあ、検察側ですよね。検事さんが形で発表してるんですけれど、この、まず一個ちょっと思ったのが、検察が発表する場に、日本だったらカメラが入る。いわゆる特捜部とかね、検察担当の幹部の発表の場に、あれだけ多くのカメラが入る。で、質疑の様子が映し出されるってことは、全く認められてないんですね。だからその意味では、ある意味、すごく開かれてる。まあ、ハリボテではたくさんああいうシーンありましたけど、開かれている検察 VS 記者という状況だってところは、まあ、ある意味すごいなというのは感じました。で、そこで、まあ、彼らは、その前の厚労大臣が言っていた、いや、95% クリアしたんだというところを訂正したりね、いや、あれは間違ってた。そういうことの言及を、まあ、あえてかわからないですけど、控えてるわけですよね。で、感情論にしないでくださいとか、まあ、本質的に言うと、彼らも、前の厚労大臣が言ってたことには、非常に誤りがあったと。で、それは、その、衛生試験で 90% クリアした場所でチェックした、その、液自体の問題っていうのを、今、科学検査の結果、明らかにしたんで、その前段となる検査自体もおかしいんじゃないですかと。非常に、きっちり聞いてんだけれど、感情論をむき出しにしないですとかですね、話を、まあ、そらそうとしてる。まあ、これは確かに、菅さんでも安倍さんでもね、ご飯論法とかいろいろ、今の加藤さんはチャーハン論法とかね、いろいろ言われてますけれど、その記者が聞きたいことを、その権力者が分かっていながら、あえて、いや、あなたの言ってるね、あなたはなんかその、あなたの質問に答える場ではないと、菅さんが言ったようなこととちょっと似てるんですけれど、まあ、あなたの質問自体がちょっとおかしいんじゃないですかと、落ち着いてくださいという、まあ、非常にこう、すり替えようとしている状況を、今のシーンはね、あったので、ここはまあ、非常に日本の状況とも少し被るところがありましたね。そうですね。ただなんですけれども、コメントでも、いただいているんですが、日本とはえらい違いだねというふうに、こう、書かれている方もいて、で、あとは、皿問いできるのは大きいねという、こう、コメントもありました。で、確かに、ああいった記者会見の中で、で、どんどん皿問いというのがあって、こう、質問、再質問ですね。相手が、こう、答えていないなというふうに思ったら、そこは違いますよね。そこ論点ずらさないでくださいっていうふうに言っていくことを皿問いというんですけれども、もしもあれが日本の記者会見だったら、
この映像の中にもちょっとイライラしているのかなっていう感じの、この人広報官かなっていう方がちょっとね出てきましたけれども、質問は一人一問でお願いしますっていうふうに必ず割って入ってくるなというふうに思ったんですが、そのサラトエができるっていうこと自体、望月さんどうですか、ご覧になっていて。そうですね、特捜部とか検察内部を取材したときはカメラは入ってないんだけど、サラトイは許可されてたんですね。ああ、そうなんですね。入ると、まあ最近伊藤詩織さんのね、準強姦容疑の令状執行を取り消した中村至さんという、当時の警視庁刑事部長が、警察庁長官ね、トップに栄転しましたけれど、この時はですね、みんなまあ当時の詩織さんのこととかを聞こう聞こうとか、みんな身構えていたんですが、まあ事前に全部質問を出させたり、一社一人、まあ一人一つしか聞こえないとかね。これはまさに、首相の官邸でも官房長官会見でもやってきたことを、その中村さんの会見でもやってました。やっぱりその姿勢と比べれば、まあ逆に言うと、はるかに、まああるべき質疑の様子というのを本当に体現してたのが、まさにコレクティブの記者たちの姿勢ですよね。それから権力者側もその質問にあえて、まあイライラしながらも、答えをそらしながらも、きちんと向き合おうとしてますよね。まあ、そういう意味では、まあメディアと権力の関係というのは、まあ日本よりもある意味適切にやっているようには見えましたね。そうですね。なんかやっぱりサラトイがわーっと出てくる感じがある意味やっぱりこう新鮮に映ってしまうのは、あ、自分たちのこう感覚どっかで麻痺してないだろうかっていうこともちょっと考えさせられたところではあったんですよね。伊予木さんは監督をされたこの映画ハリポテ、今日ご覧になってくださっている方々の中でも見たよという方いらっしゃるかもしれませんけれども、地方議会の議員の不正を暴いていくという、そういった過程を捉えた映画だったと思うんですよね。で、地方議会なので、まあ、例えばその中央と比べると相当こう、まあ、市民生活にこう近いといいますか、まあ、その分こういろんなこう癒着の構造なんかこう言えてくるところだとは思うんですけれども、そういったその市民によりこう近い政治家たちだと思うんですよね。で、そういったこう存在の議員たちをこう追い詰めていくときに、何かこう地方議会特有のこう難しさといいますか、近いからこそその切り込みづらいものもあったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、改めてこの映画をご覧になってみて、ルーマニアと、まあ、日本の中央と比べてでもいいんですけれども、うん、その難しさだったりどんなふうに捉えていらっしゃいますか。その地方特有の難しさで言いますと、まあ、富山の例を出しますと、富山県は保守王国で日本一の自民党王国なんですね。その有権者に占める自民党員の割合が日本で一番高いんですよ。で、記者も市民なので、地域のコミュニティの中で生活してるわけですよね。ということは、やはりそこにも、保守王国のしがらみがあって、やはりこのハリボテのような、政務活動員の不正を、まあ悪いことなんだけど、それを暴いてることに対して、やはりその地域においては、どうなんだっていうような後ろ指さされたりとか、そういう空気が。波風を立てるなっていう感じですかね。ですからそこが心理的障壁になって、なかなか思い切ったことがやりにくいっていうのは、地元の出身の記者にはあると思います。まあ僕の場合は関西から、富山に来た立場だったので、全くそういうしがらみはなかったので何も気にしてなかったんですけど、やはり、生粋の富山県民の記者は、まあその辺はあるかもしれないですよね。ただ、その、会見とかを例にとりますと、地方においては官邸会見のような、台本ありきの会見なんてことはほぼなくて、まあ、冒頭の1問2問は幹事社が事前に質問を出して、それに対して台本を読む形で当局が答えるんですけど、それ以降はもう自由なので、もちろんサラドイ OK ですし、その他社の記者の質問が足りなかったり、そこからさらにもうちょっと追及できるなってなったら、そこは連携してさらに厳しく追及するみたいな、その記者、他社の記者との連携みたいなのもありますし、そういう面では、今回のルーマニアと通ずる部分はあると思います。だからいかにその中央の特に官邸記者クラブの今の会見が、もう本当に時代遅れというか、まあちょっと本当に世界からも、疑問視されるような、本当に歪な状態になっているのはよく、この映画を見ればさらによくわかると思いますね。なるほど。改めてなんですけれども、この映画、ハリボテ、富山の市議会での、その、まあ、汚職だったり疑惑だったり、こう、いろんなものがもう、次々とこう、暴かれていって、結局その、
議員さんたちが14人辞職をするという事態が起きたわけですよね。で、これかなりこう、もう異例のことなので、全国的にも報じられたことがありますけれども、でもやっぱりその後、疑惑は何かこう発覚したりとか、不正が発覚したりはするんだけれど、なかなかその人が辞めない。そのやっぱりこう責任を取ってその座から離れないということもあったりして、改めてその、まあ、権力にこう切り込んでいく難しさ、これはやっぱりこう地方議会というこう独特のものだけではなくて、とてもこう普遍的な難しさがあると思うんですけれども、改めてご自身の経験と、この映画でこう描かれている、権力手強いなっていうところと、重ねてご覧になっていかがでしたか？そうですね。まあ、ハリボテの時は当初もうバタバタバタとドミノ辞職が起こったんですね。だけど、しばらくすると、それが全く起こらなくなった。同じような疑惑が発覚しても、それまではみんな辞めてたんだけど、ある期間から、あとは全く誰も辞めなくなるっていう、そういう現象が起こったんですね。まあ、これは、追及される側が慣れてきたっていう要素もありますし、メディア側の追及、メディア側も慣れてしまって、当初ほど厳しく追及しなくなってたっていうのもあると思うんですが、まあ、それプラス、やっぱり、地域における市民と議員との関係っていうところが大きくて、やっぱり議員っていうのは市民の代表なんですけど、実質地域の代表みたいになってて、ある地域に対して還元してくれる議員ならば、別に不正をしても自分たちにとってはいいことをやってくれてるので、その地域の住民は、支持するんですね。だから、そこから選ばれてる議員も、地域住民が支持してくれてるから別に辞めなくていいだろうと。いう形になってしまう、そういう構図が至るところであるので、結局、自分の支持者は続けてくれと言ってるから続けるんですっていうような詭弁を、でどんどん続けていっちゃうっていう、そういう現象が起こっちゃってましたよね。だからやっぱり権力っていうのは本当に ずぶといというか、すぐ巻き返しを狙ってくるので、そこは、追求する側も相当根気よく、ずっとやり続けないと、なかなか、正していくっていうのは、実際難しいのかなっていうのは思いますね。今回の映画もまさにそういうところが、富山市議会とはちょっとスケールが全然違いますけど、本当に、そこは描かれてるなと思いました。おっしゃる通り、その構造的な問題は重なるといいますか、その映画を見ていくと、今、利権政治というコメントもいただきましたけれども、利益という牙城はなんて手強いんだろうと、結局その病院だったり、その医療関係のこう不正というものがここまでこう長引いてきたのも、そこにやはりこう腐敗の構造があり、で、そこから配られていくお金に、利益をもらっていた権力者たちがいたからだとい う構造が見えてきます。で、そこに対してじゃあどれだけ新たに任命された保健大臣が改革の手を伸ばせるのかということが実は後半になっていきます。ということで、先ほどすでにご指摘をいただいた通りなんですけれども、ここで後半の主人公ボイクレスク保健大臣のやり取りについて見ていきたいと思います。ここでまた実際のやり取りをご覧いただければと思いますので、映像どうぞ。Fraților, mulțumesc că ați venit mai întâi și voiam să cumva am simțit nevoia să vă spunem ce am mai făcut pe aici. Prima dată aș spune un lucru pentru cei care încă mai au nevoie de tratamente în străinătate. Mai sunt bani la Ministerul Sănătății. Acum, cum s-au putut trimite asemenea cazuri într-o locație în care n-avem ce să căutăm? Ministrul spune avem de toate. A fost fără precedent. În orice oraș din Europa, dacă ai atâția ași, nu știi ce să faci cu ei. Îi duci prima dată la terapie intensivă și după aia trebuie să-i duci în spital, în centre specializate pentru arsuri. Repet, aș vrea să înțeleg cum a fost posibil în țara asta ca reprezentanții statului, având aceste informații pe care noastră le aveți atunci, le aveau și ei, și întreb cum de statul, prin ministru respectiv, de la momentul acela, a făcut lucrul ăsta. Care ar fi opinia statului vis-a-vis de ceea ce tot statul a făcut cu un an în urmă? Este o decizie politică.
nu știu cum să formulez asta. Modul în care funcționează statul te cam bușește câteodată și voi ați avut un impact destul de strașnic cu modul de funcționare al statului și cu efectele nefuncționării lui. Da. Cu corupția și cu sistemul sanitar și altele. Iar ce vedem aici, de când am venit, nu e numai ăla din vârf, dar e un exponent care poate să fie mai bun sau mai rău. Dar tot ce e sub este putred. Este putred. Tot ce e în ministerul ăsta este 90% profund depășit, da. Cel puțin, dacă nu este și corupt și total demotivat. They don't give a fuck despre nimic out there. はい、ということでいかがでしたでしょうか。冒頭から最後のシーンもそうなんですけれども、火災の被害に遭われた方々と、そして保健大臣とのやり取りを皆さんに見ていただきました。まあ、前大臣が、辞めて、で、そして新たに、まあ、外部と言っていいと思うんですけれども、もともと支援活動を行っていた彼が、まあ、臨時の一時的なその保健大臣に任命されて、で、そして、まあ、被害に遭われた方々のこう対話をしていくというシーン、皆さんに見ていただきましたが、大事なのが、その前大臣の歌詞というものをこう認めるシーンだったということだと思うんですよね。あとはもうすでにご指摘いただいた通りなんですけれども、やっぱりこのカメラが、まあ、その一時的にこう任命されている人物とはいえ、その保健大臣をこうずっと追いかけている、これなかなか日本では見ることができないシーンだなというふうに思うんですよね。で、今皆さんに見ていただいたのは被害者の方々の子とのやり取りなんですけれども、こう部下たちと、いやどういう改革必要かなっていうふうにこう、まあ腹を割ってこう話しているシーンだったりですとか、で、報道なんかを見て、うわぁ、今日こういうふうに報じられたのかっていうシーンだったり、こういう告発をしますっていうことを、まあ、情報源となる人に、こう、まあ、相談をしているシーンがあったりですとか、いろんなこうシーンが多角的に乗り込まれていました。こういったことが、こういったシーンが映画に乗ってくるということ自体、お二方どういうふうに捉えましたか？伊吹部さんいかがでしたか？ご覧になってみて。いや、同じ作り手として、いや、こういうシーンを撮りたいと思うけど、そう簡単にこれは撮れないなっていう、そこの難しさもすごくわかりますし、僕はどちらかというと、今まで作ってきた作品は、むしろその自分の質問も活かすために、その空間にディレクターなり監督が入り込んでるので、もうある意味純粋な空間ではなくなってるんですよね。その現実をちょっと歪めてしまってるとか変えてしまってる意識があるので、あえてその自分の存在もできるだけ、示すようにしてたんですけど、今回の映画は、いや、全くそれが見えないんです。だけど、視覚的には見えないんだけど、この映像が撮れてるってことは、いかにこのディレクター、監督が信頼を得てるかっていうのはすごく出てくるんですよね。なんかここまで本当に決定的な価値のある、シーンを撮れるものであるならば、別にその監督がそこに無理やり介在しなくても、力ある映像っていうのはここまで撮れるんだっていうのはすごく痛感させられたというか。そうですね。本当に度肝を抜かれました。作り方のこう工夫とか観点というのは様々だと思うんですけれども、確かにおっしゃる通り、この映画って、例えばその作り手のそのカメラをこう回している側が、ねえ、何々さんこうですかっていうふうにこう語りかけて、それにこう答えるみたいなシーンが一切出てこない。うん、そうなんです。特に新しい保健大臣の、側近といろいろ話し合ってるところで、いろんな情報が出てきますよね。その時に記者ならば、そこで自分も質問したいと思うんですよ。うん、僕だったらやってしまいそう。もしかしたら監督はしてるのかもしれないですよ。そのシーンをあえて排除してるのかもしれないですけど。だけど、それが必要ない。むしろそういうシーンを入れたら、この緊迫感っていうのは損なわれるっていう判断が多分監督にあったんだと思うんですよね。それぐらいの、すごい緊迫感が続くシーンなので。まあまあ、そういう、
選択、判断もあるのかなっていうのは、なんかすごく、羨ましいし、いろいろ同じ同業者として考えさせられました。そうですね。こういったやはりこうテーマだからこそ、この作り方でこうぐいぐい引き込まれるというところはあったと思うんですけれども、望月さんはこの、まあ、大臣側のその視点をこう描くということは、どんなふうにご覧になってましたか？そうですね。すごくこの大臣には、なんていうかな、私たちがこう求めてる政治家や閣僚がこうであってほしいってことを体現してくれてる方だなって、まあ、一つのなんか希望なんですよね。今感想来てたのを私が読ませていただくんですけど、ルーマニアは国民が自らの手で独裁者を引きずり下ろした歴史があると。10年以上前に訪れた時、テレビ局の人たちの心意気や自由への意欲がすごいなと感じたと。まあ、あって、私はちょっとこの、感想を見て、そういう歴史をちょっと知らなかったんですけども、その、やっぱり自由であることとか、開かれた、政治や社会の状況であることってことに対する、やっぱ、渇望っていうものを、一定層の人が、やっぱりこのトロンタンも、それからこのゴイクレクスク保健大臣も、こうやろうとしている。で、彼が、初めに確か大臣になった時の一言目が、僕は嘘はつかないつもりだと言ったんですね。これはまあまさに今、今度、岸田さんがね、首相になって、新たな、党三役をどうするかとかいろいろ出てるんですけれど。はい。まさに私のこう、得意技は、人の話を丁寧によく聞くことですっていうふうにね、昨日宣言はしてましたけれどね。そうですね。で、やっぱり安倍菅政権の中で感じてきたことは、あ、権力者はこうやって自分たちの都合の悪いことに蓋をするんだなとか、隠すんだなとか。きちんとした調査をやらないんだなって、非常に不誠実な姿をやっぱり私たちは見てきたと思うんですね。でそれと対比して、この、ルーマニアのこの大臣、新たについた大臣は、まず嘘をつかないことをしたいってことをまず明言して、そのまあ誠実さを、まあ、示す上でも、おそらくカメラの、もう中に、インカメラですよね。まさに政府の中に、議会というか話し合いの場にまでカメラを入れる。それでもやっぱり自分たちのその姿を見てくださいと。で、これで、まあ、公正な政治をやってるか、行政をやってるか見てくださいという、まあ、意思表示だったのかなと思うんですね。そういうことに対する、やっぱり彼らのやっぱり心意気とか、この姿勢っていうのがすごいと思いましたし、まあ、例えば、日本で振り返ると、コロナ禍で、まあ、どんどんその救急車で運ばれても病院に入れないとか、今は収束してますけれど、非常に多くの方たちが自宅療養で亡くなったりとか、まあ、本当に、この五輪開催したことで、もう涙を流した方たちがたくさんいると思うんですけれど、まあそういう涙を流した人たちに、果たしてじゃあ田村大臣とか、菅さんが向き合ってたのかなと、真摯にその声に耳を傾けてたかなと思うと、やっぱり全くそうじゃなかったと思うんですね。これはやっぱりその、遺族が抱える、どうして当時の大臣も同じことを気づいてて、あなたのようにね、適切な専門病院に行くために速やかに装置すべきだったと。いうその一言が出せなかったのかと、まあ素直な疑問をね、投げつけられていましたけれど、そうやってその、まあ政府の側にも自分たちがきちんとその声を聞いて、過ちがあればそれをまず認めるというね。まあこれ、本来はこれこそが民主主義だと思うんですけれど、まあこういう姿勢、民主主義のあるべき姿、やはりその政治家として閣僚としてついた人たちが持つべき、まあ芯みたいなものを、まあこの映画、見せてくれたのかなというふうに感じました。そうですね。例えばその日本でもこういうことがあり得るだろうかということをこう想像してしまうシーンが先ほどの動画のシーンだったというふうに思うんですよね。被害に遭われた方々のところに行って、で、形式的なこう、儀式的なこうやりとりではなくって、やっぱりこう、フラットにこう、意見交換ができるような場を作る。しかもその責任がある立場の人間がっていうこと、非常にこう、重要なポイントだと思うんですよね。もちろんその、一時的なその大臣とはいえ権力者ではあるので、彼の見せたいものもあったでしょうし、そこにカメラが入るということ自体は慎重にこう差し引いてみなければいけないとは思うんですが、それでも非常にこう新鮮な側面だったかなというふうに私は思いました。で、先ほど望月さんがご紹介くださったその感想の中にもこう自由への渇望というキーワードがあったんですが、ただこの後のシーンの中で現実は甘くなかったっていうこともこう突きつけられていくわけですよね。この映画のクライマックスのシーンの一つが、火災から約1年後に行われた2016年の総選挙ということで、改めてここで時系列で見ていきたいと思うんですが、まず、先ほど少し触れさせていただきましたけれども、火災をきっかけにポンタ政権が倒れます。で、これが、
社会民主党 PSD ですねと言って89年まで独裁をしていた、先ほどコメントの中でもあの名前を挙げてくださった方いらっしゃいましたが、チャウシェスク政権の名残のような政党です。でそして倒れた後に新たにチュロシュ内閣が暫定的に組閣されることになります。でこれが高度な専門知識を持った官僚なので構成されるいわゆるテクノクラト内閣でした。でそれでこの映画の2人目の主人公である、ボイクレスク氏のような人が閣僚になれたといった、そういった背景がありました。でその上で今フリップで出ている一番最後の行にあるこの2016年12月のルーマニアの総選挙なんですが、さあ結果はどうだったか、あれだけの不祥事があってということなんですけれども、皆さんにご覧いただいている通りです。火災発生当時に与党だった PSD が単独過半数獲得に迫る下院で154席を獲得、圧勝ですよね。つまり噛み砕いて言うと、この火災で露見したこういろんなこう腐敗、政治のこう癒着、利権構造に対して市民の側からノーというふうに少なくとも投票行動では突きつけなかったということがあらわになってしまったというところだと思いますけれども、どうでしょう、二方、このこう展開、私もこう実はこう見ながら打ちひしがれたこうシーンでもあったんですけれども、ご覧になっていていかがでしたでしょうか。望月さん、どんなふうに捉えていらっしゃいましたか。そうですね。なんかあんまりネタバレしてはいけないということなんですけど、やっぱここまで選挙で、当時の与党が、もう一回圧勝してしまったというのは、ひとえに権力者がわー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 、囃し立てていた、その、元保健大臣に対する攻撃とかをひたすらこれを報じてですね、実際何がこの問題の核心なのかっていうところが、メディアの報道によって非常にわかりにくくなった。彼自体は、もともとウィーンで投資会社の副社長をね、大臣というのはやっていて、で、その投資会社の副社長をやりながらも、やっぱりルーマニアの医療状況に非常に懸念を持っていて、効く抗がん剤のね、治療薬なんかをこう密輸する手助けなんかをしてたんですね。そういう意味で、ルーマニアの医療の、やはり非常に腐敗した状況というのを、もともとその大臣に就く前から問題意識が高かったんだと思うんですが、これを知るがゆえに、やはり適切な治療を受ける場合は、やはり、ある程度のレベルに達しないものは、その病院での治療はやめて、海外に出して治療しましょうと。至極これは、前編を通して見れば真っ当なことを言ってるんですけど、で、その病院の経営者とか、その病院の経営者とつながってる、その地元のね、権力者たちは、いや、彼らがやろうとしてることは、国内にね、貯めるべき富を外に出してね、それでやっぱり彼らはまた儲けようとしてんじゃないかと。非常にその本質的な問題をすり替えて、結局その売国奴だみたいな、そういうことを言い始めるわけですよね。で、それをひたすらメディアが報じることによって、いや、今のその大臣たちは、やっぱり私たちにとってね、受けられる医療を受けさせようとしないんじゃないかとか、いうことで、これは逆に言うと、日本でもすごく似てるんですけど、メディアによって、この、当時の与党がもう一度圧勝して復帰してしまうという、とんでもない状況が作られてしまった。確かこの彼のお父さんがね、あなたこれだけ君がやってても、結局は、人々の意識は変わらないんだと。で、特にこの国は30年ぐらい目覚めないぞ、下手したらっていうね、声をかけてましたね、お父さんが。そうですね。言葉は本当に印象的で、特にこれは日本にも通じますけれど、若い方たちの非常に低い投票率、低投票率ってことも、この映画の中で出てくるんですよね。結局この、事実の、本質的なものから目をそらしてしまったり、それからやっぱり、若い世代が投票に行かない結果として、かつての与党がね、もう一度また政権を取ることになっちゃうんだよって。で、これはもう本当に他人事にはできないなっていう、そういう感じでラストを、良くも悪くも非常に重く受け止めさせてもらったなという気がしますね。いやー、おっしゃる通りですね。その、本当にこう、人事ではないと言いますか、例えばその、先ほど、望月さんがおっしゃってくださった通りなんですけれども、いわゆるその既得権益側をこう代弁するようなこうメディアがあって、こうみんながみんなこうトロンタンみたいなこう記者さんではなくって、メディアも一枚岩ではないなっていうこう複雑な構造が見えてきたりですとか、あとはその指摘をくださった通り、若い人たちの投票率ですよね。その10代からその20代の、一番その下のこう年齢層は投票率 5%?ええー、っていうふうに、その上の世代でも 10% っていう、
またやっぱりここにどういうふうにアプローチしたらいいのかということは日本にもこう重なる構造かと思ったんですが、どうでしょう、よきべさんもこの現実非常にこう思うところがご自身のこう作られた映画とも重ねてあったんじゃないかなというふうに思うんですが、選挙で結局はこう圧勝していくというそこに至るまでの過程だったり結果だったりどんなふうにこう捉えていらっしゃいますか。そうですね、今まあお二人がおっしゃったようにまずはまあ日本でも起こっているように、メディアをうまいこと分断させて、その結果既得権益を握る権力者が勝利するという結果になったということが一つと、今回のこの投票率の低さ、30% 台でしたよね。これすごく富山市議会にも当てはまるところがあって、2016年にそのドミノ辞職が起きたことによって、補欠選挙が行われたんですよ。その時の投票率が、26.94% だったんですよ。4分の1。これを、はい、そうです。あれだけの不正があって議員が辞めたのに、で、それで、結局、議員が減りすぎて、まあ、強制的に補欠選挙になったんですよね。仕組み上。で、そういう補欠選挙だったのに、投票率がそれだけ。っていうのは、まあ、このルーマニアと通ずる部分で言うと、おそらくもうこれだけの腐敗でしたから、まあ、それに対するやっぱ不信感、諦めみたいなものがあって、無関心になってしまったということが、あるんじゃないかなっていうのはあるんです。ただその富山市議会に関しては補欠選挙なので、結局欠員が出た地域の議員しか、まあ選挙に出てこないわけですよね。だからその地域以外の人たちからするとあんま関心がないので、そういう意味でも、投票率が上がらなかったというのはあるんですけど、ただそのやっぱり無関心だったり諦めてしまうっていうところの、その民意の現れ方っていうのは非常に危険だなと思ってまして、だけど、その今実はそこがもしかしたら変わるかもしれないっていうのはすごく感じてて、まあやっぱりそれはコロナですよね。コロナによって、やっぱりその政治に対して無関心であることが、その無関心である人たちの命だったり、財産にも影響するということが、多分皆さん実感的に分かったと思うんですよね。ですから、まあ無関心でいたら、いて、それで、なおかつ、投票しなかったら、自分たちにもやっぱり影響が出るっていうところを、身をもって知った部分はあると思うので、そこが、次の衆院選挙では、有権者の行動としてどう変わってくるのかなっていうのは、僕はすごく注目して見てます。いや、おっしゃる通りですね。やっぱりこの1年半ほどの間に、どんな政治家を選ぶのかということが、どれほど私たちの生活と命を左右するのかということを、改めてこう突きつけられたこう1年半だったのかなというふうに思うので、それが次の選挙でどういうふうに現れるのか。ちなみにこのデモクラシーというこう観点から見ていくと、まあ、先ほどもご指摘いただいた通り、このルーマニアでのこう選挙が、投票率約 40%、この2016年の12月の選挙の時点でですね、で、6割が投票に行っていないと。で、投票したまあ4割の中で政権が決まっていったというのがこの2016年の選挙でした。で、この2016年の後、実は去年も選挙が行われていたんですが、さらに下がりまして、投票率 31%。あ、富山の補欠選挙に迫る勢いになってしまったということですよね、この 31%。いや、どんどん下がっていく。前回からさらに 8% 下がったということで、ただ、二方もうすでにご指摘くださった通りなんですけれど、はてさてじゃあ、日本の中はどうかというふうに言うと、もう一つフリップ出ますでしょうか。これが、過去の投票率の一覧を皆さんに今ご覧いただいているんですけれども、日本では過去30年間で、政権交代が起こった2009年が最高の投票率 69.28%。まあ、最高でも約 70% なんだなということを私も考えさせられたんですが、で、まあ、最近では 50% ぐらいをこうずっとこう推移していて、で、先ほどの横部さんがご指摘くださった通り、まあ、このコロナ禍でこういろんなこう、まあ、事実が突きつけられてきた、現状がこう突きつけられてきた末の選挙ではどうなるのかということが改めてこう問われてくると思うんですけれど、どうでしょう、これ社会構造もこう違うので、
一概にはこうなかなか言えないと思うんですけれども、ルーマニアよりは確かに投票率は高い。でもやっぱりずっとこう最近はこう 50% 台で推移している。で、特にやっぱりこう次世代にどういうふうにこう投票行動にこう自分たちの行動を移してもらうのかということはおそらく共通課題だと思うんですけれども、この現状実態を二方はどういうふうにこう捉えるのか、陽木部さんいかがですか？そうですね。これちょっとルーマニアとの比較は難しくて、ただ僕はその今地方で富山でこの去年から今年にかけての選挙を見てきたんですけど、これはやっぱりそこにもコロナの影響が出てるんですね。と言いますのも、去年知事選挙があったんですけど、これは半世紀ぶりの保守分裂選挙となったんですね。で、その結果、投票率は前回が 35% だったのが 60% まで増えたんです。まあそれでもまだ 4割の人が投票してないんですけど、ただこの時に何が起こったかと言いますと、自民党が組織として推薦した候補、まあ、現職の知事だったんですけど、そこに対して、組織を割って自民党から別の新人の候補が出てきて、その新人候補が、まあ、8位の、決票とともに同時に当確が出るという、もう圧勝したんですね。で、さらに今年の、春に、高岡市、富山の第二の都市なんですけど、そこの市長選があって、ここも、自民党の組織が、推薦した候補に対して、そこを組織を割って、新しい別の候補が出てきて、そっちが圧勝したんです。で、この時に自民党の組織として後援会名簿5万人集めてたんですけど、その中から実際その組織が推す候補を投票したのは2万5000人、半分だけだったんです。これっていうのは、保守王国の富山においてはこれまでは絶対にありえないことだったんですね。要は、やはり締め付けが厳しくて、まあ、経済団体だったり、まあ、いろんな組織を使って締め付けを行うので、まあ、ある程度、票が読めてたんですけど、結局、そういう、これまでの古い締め付けに対しても、自民党員ですら嫌気がさしていて、このような現象が起こっちゃってると。それはやっぱり、コロナにおいて、政治が停滞すると、どういうことが起こるのかっていうのを、おそらく体感したからだと思うんですよね。そういった影響がこの保守王国においても出てきているという状況がありますんで、これはこれまでの選挙の傾向とかっていうのがどこまで当てはまるのかっていうのはもしかしたら読めない、読みづらいかもしれないですよね。なるほど。まあ投票率にも表れていますし、まあその外から見ると確かにその自民のこう戦いとはいえ、これまで凝り固まってきたものに対して少しずつそれじゃダメだっていうものをこう投げかけるようなこう選挙に徐々にだけれどもなってきている、そういう兆しが見えたということですかね。そうですね。その知事選、高岡市長選も両方とも新人の、若い人、現職よりも若い人が、当選してるんですね。で、両方とも、投票率は伸びてると。高岡は前回が 36% だったのが今回 58%。まあやはり4割ほどは投票してないんですけど、それでもまあ知事選挙と同じぐらいのやっぱり伸びがあったんですよね。それは、やっぱり、新しい、まあこれまでの、古い政治に対する拒否反応が少なからず出てるんじゃないかなっていうのはすごく感じます。なるほど。その、まあ、地方議会なんかでこう見えてきている、あるいはその知事選なんかで見えてきているようなその変化の兆しが、どうこう次の総選挙に落とし込まれるのかということが一つポイントになってくると思うんですけれども、望月さんはいかがでしょう。この、まあ、そもそものこの投票率の問題、なかなかこう頭の痛い問題だというふうには思うんですけれども、いかがですか？はい。まあ、やっぱりね、安倍菅政権っていうのは、なるべく投票に行かない、行かせないことによって、まあ、全有権者の4分の1以上、取ってれば過半数が取れるみたいなね。まあ、雑白に言うとこういう算段でやってきたところなので、投票率が上がるってことは、やっぱり今の自公政権にとっては非常にマイナスの要素なんですね。やっぱりこれ上がるときは何が起きるかというと、まあ今ね、富山のお話とか聞くと、結局同じ自民党の中なんだけど、やっぱり党の中でも、やはりもっと革新的な、新たな政治を期待する、まあ、気持ちを有権者たちが持つっていうことですよね。だから今もし私たちが今の生活とか自分たちの身の回りの状況で、やっぱりもっとこうしたい、ああしたいという思いがある、思いを少しでも感じる人っていうのは、
とにかくそれを自分たちの意思を示す意味でも選挙に行く、行ってもらうっていうことが、やっぱり政治を変えていく一番大きなきっかけになると思います。で、今回、総裁選、もう終わりました。で、まあ、どのね、人が総理になっても同じだみたいなことを野党が言ってますけど、やっぱり結構論点は違ってたなと思うんですね。で、今度総理になる岸田さんというのは、例えば夫婦別姓とか LGBT の理解増進法案とか、それから、同性婚。こういうことに関しては、まあ、宏池会とはいえ、なんか、現在は賛否を保留してる。まあ、よく、いいとも悪いとも言ってないんですね。まあ、これはまあ、後ろ盾になってる安倍さん側の細田派の意向というのがあったんだと思うんですが、賛否を保留しています。だからこれどうなるかわかりません。それから原発についても、まあ、ゼロというのは言ってませんし、まあ、原発維持。まあ、下手すると、増設とか、核燃サイクルについても、今回非常に推進派の甘利さんが幹事長に就きましたので、エネルギー政策自体はですね、はっきり言うと原発推進に、じわじわと舵を切ってくると思うんですね。で、こういうことも、まあ、新たな岸田政権の下では、やっぱり争点になっていく。また、核実会議に関しても、これ任命拒否については、撤回はしませんということをはっきり明言しています。つまり、菅さんの時にいろいろ批判された学問の自由の侵害だとか、会議法に違反してるとかね、こういった批判に対しても、まあ、その拒否自体はもう変えないんだと。今、政府の中にあるシスティというところで話し合われている議論をベースに、話し合い、学術会議のあり方を検討するんだという立ち位置なんですね。まあ、こういった点から考えると、やっぱり今のその岸田政権を、これから政権を取るね、岸田さん総理の下での政治を良しとするか、いや、もっとですね、やっぱり特に若い人たちは、夫婦別姓とか、LGBT とかですね、同性婚、こういうことについても非常に問題意識の高い人たちが多い。それからジェンダー格差やっぱり変えたいんだという。まあ、森元組織委会長の時にね、女性蔑視発言が非常に炎上しました。あの時もやっぱり一番私が取材していて、声を上げてくれたのは、本当に20代、10代の若者とか学生たちだったんですよ。やっぱり彼らの、その伝えたい政治や社会はもっとこうあるべきだっていうことを体現するような政治、政策に反映してもらうには、やっぱりですね、若い人たちにどんどん選挙に行ってもらう。で、その一票によって、やっぱ政治も社会も変わっていくんだよってことをね、やっぱり実感してもらう。で、こういう経験値を積み上げていけば、まあ、今のところね、50% ぐらいを、こう、ちょっと上がったり下がったりをしていますけれど、これが60、70に上がっていけば、やっぱり今の政治とは全くね、違う景色が、まあ、出てくるのではないかなというふうに私は。ちなみに望月さん、近くでどなたか、喋ってたりします？なんか、声が途切れちゃってますか？なんか。あ、いえいえ、ちょっと誰かの声が背後から聞こえたような、気がしたんですが、もう、大丈夫です。今ね、私は携帯をガンガン、すいません。で、携帯が鳴っていて出てなかったんですけど。あ、大丈夫ですよ。すいません。いえ、はい、お仕事中にありがとうございます。臨場感があっていいと思います。本当に入管法の政府案が、事実上の廃案になった時も、多くの若い人たちが声を上げて、で、高校生の女の子が、私には声がある。I do have a voice っていうふうに言っていたのがすごくこう印象的だったなというふうに思います。で、そのやっぱりこう実感をどうじゃあ投票行動に落とし込んでいくのかということがこれから問われてくると思うんですが、まだまだお二方のお話を伺いたかったんですけれども、ちょっと時間が迫ってまいりました。いくつかご質問とご感想いただいているんですが、ハリボテ見ました。昨今の政府に麻痺していたので、地方議会の対応がマシに見えましたという、ご感想をいただいていますね。マシって表現されるのがちょっと悲しいですよね。まあ、ある意味普通なんですけどね。いかに今の地方がちょっと歪んでるかっていうのがよくわかりますよね。そうなんですよね。だからやっぱりここから見えてくる私たちの感覚麻痺してないかなっていうことも改めて、まあ、私たちにこう突きつけられることなのかなというふうにも思います。それからご質問、これもしよろしければお二方答えていただきたいんですけれども、権力のある人から言い切られるとそこで思考停止してしまい、あ、そういうものなのかと受け止めてしまうところがある。その場で瞬時に矛盾や歪小化や隠蔽に気づくアンテナって記者の方はどう鍛えているのでしょうかということで、例えばその昨日の岸田さんのこう会見なんかで見ていくと、森友のこの公文書のこう改ざんの問題どうするんですか、再調査するんですかっていうこう問いに対して、必要であれば説明しますっていう言い方しましたよね。まあ、詰まるところ再調査しないってことだなっていうふうに
その言葉の裏にあるやっぱりこうシーンをちゃんとこう読み解けるのか切り込めるかっていうところも記者に問われてくると思います。どういうふうにじゃあ気づくアンテナを張っているのかということお二方いかがでしょう。望月さんいかがですか。まあそうですね、やっぱりそのテーマの事象を取材してれば説明したとかですね、まあ例えば盛りかけに関しては、これは野田さん以外はすべてね、調査は、行政の調査は終わってるし、それから司法の場でも判断が下ってるんだと言ってたんですけれど、これまあ取材してれば、調査を進んだと言ってますけれど、森友改ざんに関しては、同じく改ざんに手を染めた理財局の中で、その改ざんには関わらなかった身内の、財務省の職員、理財局の職員に、あなたどうだったのって身内で調査させてるだけ。で、その結果の発表だったんですね。非常にぬるくてですね、佐川さんや中村当時の総務課長等々がどんな資料をベースにね、削除しろとかね、こうしろ、ああしろって言ったかどうか、鍵括弧さえもないような、調査結果でしたので、それでですね、調査が済んだとはとても言えないものでした。それから特捜部の捜査もね、終わったんだと言ってますけれど、まあ衝撃の36人かな、佐川さん以下含め全員の不起訴という、まあさすがにね、私当時の幹部と話したときは、いやもうお前らメディアがうるさいから、やっぱり、ちょっとした役人のね、幹部の一人や二人はやっとかなきゃなって、まあ当時の大物のね、特捜、検察幹部が言ってたので、まあこれは少なくとも、最低佐川さん、中村さんぐらいは起訴されるかなと思ってたんですけれど、これもう全員不起訴だったわけですね。で、最後に大阪地検の、山本さんだったですかね、特捜部の女性部長が、いや黒ではないけど、なんかグレーだとかですね。つまり真っ白なわけじゃないんだみたいな。その一言だけが唯一、特捜部の部長として会見でね。つまりまあ彼らからしても、まあ限りなくね、真っ白でしたってことじゃないんですよって、そこの表現だけが唯一のなんか、あ、やっぱり検察としてもね、いろいろ現場をやりたかったと私は聞いてますので、特捜部の現場は。だけど、貢献や再貢献になると、まあ、まああれ、話を突き詰めていくと、単に佐川さんにとどまらず、その背後にいる官邸ですよね。今井隆也さん、総理の筆頭秘書官とか、菅官房長官との関係がどうだったのかと、もう改ざんに至るまでの経緯っていうのはやっぱり詳細にですね、これ、起訴した場合に、検察がやっぱり、これ捜査していかなきゃいけないっていうことがありましたので、私はやっぱりいろんな話を総合すると、まあ最終的に当時の検察は、このメスを入れることでですね、検察 VS 官邸みたいな、下手すると検察が潰されかねないような、まあこの対立を避けたんだと思うんですよね。まあそういうようなこともありましたので、まあこういう状況をね、やっぱり取材すればするほど、当時の行政がね、財務省が調査をして、検察、司法でも不起訴で、こういう判断が下ったんだなんていうのは、まあちゃんちゃらおかしい奇弁なわけですよね。だからやっぱりそれをやってればやってるほど、いや、それは違うんじゃないですかっていうことが言えるのかな。だからそんな難しいことではなくて、やはりその時々の事象やテーマ、疑惑について、やっぱり真摯にですね、現場の記者たちがやっぱりそれに取材を、まあ、重ねること、まあ、これにつき、まあ、トロンタンさんたちのね、姿勢を見習うことで、やっぱアンテナが自然に動くようになるんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱりこう継続的にこうジャブを打ってこう切り込んでいくこと、その実際にそのトロンタンさんたちのところにもこう、まあ、継続してこう取材をしているからこそ、じゃあこういうことも報じてくださいということで次々にこう情報が集まってくるということもありましたよね。まずはやっぱりこう長く続けていくこと、もうしつこくしつこくやり続けるっていうこともこう一つなのかなというふうに思います。伊予木部さんいかがでしょう。この権力側のこう言葉を鵜呑みにしないためのアンテナというご質問ですが、いかがですか。そうですね。権力側の常套手段として、はぐらかしい論点すり替え、根拠のない言い切りっていうのは結構あるんですね。うん、だからそれは会見でよく出てくるので、その発言に対して、しっかり吟味すると。で、いう姿勢はまず大事なのと、やっぱり望月さんおっしゃったように、やっぱり取材の蓄積ですよね。継続して取材することによって、言ってることがおかしいっていうのはすぐ気づけるので、これはハリボテなんかでもそういうシーンが実はあったんです。というのも、これはメディア側の良くないところで、特に大手メディアなんかはどんどん担当者が変わっていきますよね。だから、富山市議会で行くと、4年間継続して取材してた記者は、実は、僕ともう一人の共同監督の砂沢ぐらいだったんですよ。だから終盤の会見になってくると、その新たな不正が発覚して謝罪会見をしてるんだけど、もう
新しくした来た記者は過去のことだからあまりわからないんですよね。だけど僕らはずっと継続して取材してるから、そこで、いろんな教鞭を使って言い逃れしようとしたりしてもわかるんですよ。それははぐらかしてるっていうのが。だからそこをついていけると。そういうのがわかるシーンを、ハリボテの中にも入れてるんですけど、ですからやっぱり、その、いかに蓄積、取材を蓄積して、おかしなことを言ってることにすぐ反応できるかっていう、まあ、そこが、大事なんじゃないかなとは思います。確かに、その、まあ、新しい、その、例えばその新人記者さんたちにもいろんな、こう、現場をこう、踏んでいくっていうことは大事だとは思うんですけれど、一方で、蓄積がものを言うという、こう、シーンに、うん、その蓄積をしている記者さんを、どう、その現場にこう、入ってもらうのか、そこはやはりこうメディアのこう差配の力もあると思いますので、そこもやっぱりこうメディア側のこう問題として一つこう切り込んでいかなければいけない問題かなとは思いました。まだまだ伺いたいことはたくさんあったんですけれども、やはりこう今回のこうテーマでもありますけれども、この国家コレクティブ、映画コレクティブ、国家の嘘からこう見えてくるものって決して遠い国のただルーマニアのことだねっていうことだけではなくて、私たちこう日本社会にこう投げかけてくるとてもこう普遍的なテーマというのがこう熱く熱くあったというふうに思います。で最後になんですけれども、これからのこうデモクラシーについて、で特にまあ今自民党の総裁選一色だったこうテレビの中がこう今度はこう衆院選モードにこう突入していくということが近々考えられると思います。改めてその今回の映画で感じたデモクラシーということで、二方がこう今伝えたいことというのをそれぞれ伺っていきたいと思うんですが、望月さんいかがですか？そうですね、まあ、ちょっと政治部なんかに取材して聞いていると、野党が望んでいるように総理が、決まった後ですね、予算委員会を開くっていうことをおそらくやらないまま、解散に打って11月の、まあ、上旬に、選挙に突入と。まあだから本来は、国会でいろんな議論をね、このコロナ禍でしとくべきだったんですけれど、それをやらないまま、岸田さんになるべく答弁させないまま選挙をやってしまえと。で、なるべく自公過半数を維持して、またね、やりたいことをやっていこうっていうのが、今の、まあ、与党側が非常に考えていることだなっていうのはわかるんですけれど、やっぱりこれに対してですね、やっぱメディアは、例えば甘利さんで言うとですね、私も覚えてるんですけど、かつてですね、ご自身が直接、企業の側からですね、封筒に入った50万円を1回のみならず2回受け取ってしまったと。取材で当時の山田敦さんって元朝日新聞の記者の追及に、右往左往して認めてるところがあるんですが、この疑惑、まあ、はっきり言うと単純収賄みたいな話なんですが、これについても、なんかその後に、ようにきちんと、説明しますって言いながら、説明できてないんですね。そうそうそう。その後っていつ来るのかなっていうふうに、こう、今まだウェイティング状態ですよね、それ。そうなんですね。だからこの彼がですね、まさに一番の要職と言われている幹事長に就任するというのが、まあ今日報道で流れてます。果たしてこういう方をですね、説明責任を果たさないまま、非常に重要な要職である幹事長、ここに置いていいのかってことは、やっぱり今、このことを過去のね、状況を知っている私たちが突きつけなきゃいけないと。で、昨日総裁選が終わった後、いろいろ出てくる人たちにぶら下がってたんですけども、まあ、大抵政治部の記者さんばっかりだったんですが、まあ、甘利さんにはまあ、幹事小説っていうのが出てたので、ブワーっと10人、20人ぐらいの記者がいるんだけど、まあ、誰一人としてその疑惑を聞いてる方が、まあ、いなかったんですね。まあ、彼が一生懸命選挙を仕切ってね、ここまで記者さんが圧勝したことをどう思いますかみたいな。まあ、ちょっとわっしょい質問みたいな感じだったので、やっぱこれではダメだなというのを感じました。さっきのコレクティブじゃないんですけど、やっぱり私たちはやっぱり、何か権力側がやってるおかしなことっていうのに、とにかく常に、まあ、目を光らせなきゃいけない。で、この人たちが、本当に、政治の中枢になっていいのかどうかっていうところもですね、まあ、予算委員会がないのであれば、これ余計メディア側が厳しくチェックして、報じて伝えていかなきゃいけない。それを見て、やっぱり市民の方たちに、はい、これはダメだなと、選挙に行こうという、まあ、きっかけになるようなね、ことを、どん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 提示しなきゃいけないのかなと。そうですね。例えば、甘利さんの登用にもこう言えると思うんですけれども、昨日、とある海外メディアが、岸田さんのことをミスター現状というふうに、評していまして、まあ、つまり、ミスター現状維持っていう、こう、意味で使っていたんだと思うんですけれども、でもやっぱり今のその現状に問題がある限り、現状維持っていうことは、つまり悪化の一途をたどるっていうことですよねっていうことだと思いますので、そこに歯止めをかけられるか、メディアがその役割をしっかり果たしているのかということも厳しく見ていく必要があるかなというふうに思います。余興部さんは最後にいかがでしょう？
そうですね、今おっしゃったようにその現状維持ではなくてやはりそこを改革していかなければならない、状況にある中で、この、まあ、コレクティブの中では新しい保健大臣が、前任者の、悪い、部分腐敗と向き合って、正していこうとしたわけですけど、うん、そこにはやはり厳しい現実があったと。だけどこの姿勢自体は間違ってなくてすごく大切な尊いことだと思うんですよね。で今のそのこれからの日本の政治に関してはやはり、今回岸田さんが総裁になりましたけど、やはりこれまでのこの9年間の安倍さんの政治、菅さんの政治と一度きっちり向き合ってそこを反省するなり検証するなり、それがあってで、ようやく、現状維持ではなく、新しい舞台に進めると思うんですよね。それが結局できないのであるならば、そこに関しては、このコロナ禍ですから、国民は、それなりにシビアに、冷静に見るんじゃないかなっていうような、気はしてます。ですから、やはり、その現状維持ではなくて、変えるには、何が必要かっていうところは、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。おっしゃる通り、その総裁が変わっても総理が変わっても、これまで蓄積された問題が何かリセットされるわけではありませんからね。それまだ終わってないよ、学術会議とか、私たち市民の側もそうですし、メディアもここに2解決の問題がありますっていうふうに、しっかり、それをシェアして、こう、共有して警鐘を鳴らせるのかっていうところも引き続き問われているかなと思いますので、お二方がこれからどんな取材をしていくのかということも含めて、またお話が伺えたらというふうに思います。まだまだいろんなこうお話を伺いたかったんですけれども、これからの選挙に向けてまた二方の言葉をいただければと思いますので、今夜は改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。昨日ちょうど総裁選がありましたよね。で、私もいろんなことを考えながら会見なんかを見ていたんですけれども、でもやっぱりこの一年、特にこの一年ですね、私たちのこう、記者会見とか、あとは言葉の受け答えのこう、感動のハードルってものすごくこう下がってきたんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、昨日のこう、岸田さんのこう、会見なんかを見ながら、あ、なんか、質問に答えているように聞こえるっていうふうに、なんかそこだけですごくこう新鮮に見えるみたいなところって少なくとも私にはありました。ただ、よくよく耳を澄ますということが必要だと思うんですよね。よく聞いてみると何かを言っているようで事実上のゼロ回答じゃないかなとか、耳障りのいい言葉を権力者が放ってきた時こそ、私たちは慎重にならなければいけないなというふうに思いました。で、ご感想もいただいてるんですが、今回見てコレクティブはルーマニアでの政治の隠蔽が描かれていましたが、日本でも同じようなことが起きているのかと思うとゾッとします。だからこそこの映画を見に行きたいですし、多くの方々に見ていただきたいと思いますという感想をいただきました。先ほど皆さんにお伝えした通りなんですけれども、この映画コレクティブ、国家の嘘なんですが、決して、海の向こうの大変なことだね、ではなくて、今の日本に投げかけてくるメッセージ、たくさん凝縮されていますので、ぜひ多くの方にご覧いただければと思います。さあ、最後に、チューズライフプロジェクトからのお知らせです。出ますでしょうか。チューズライフプロジェクトでは公益性を重視した番組や動画の制作を行っています。より良い社会に近づくために、多くの人が知るべき情報にアクセスできるよう取材調査し、報道コンテンツを作って、そして無料で公開をしています。こうした活動を続けるために、チューズライフプロジェクトに賛同し協力してくださる市民サポーターの方々を募集しております。サポートの種類には、その都度支援いただくワンタイムサポーターと、そして毎月継続的にご支援いただくマンスリーサポーターがあり、現在は第一目標としてマンスリーサポーター2000人に挑戦中です。関心のある方は公式ウェブサイトからご支援のお願いをぜひご覧ください。すみません、最後にと言ったんですが、本当に最後にもう一つ、私からも一つ告知をさせていただきたいと思います。私が副代表を務めるこのダイアログフォーピープル、NPO 法人として活動しております。で、毎週水曜日にレディオダイアログという音声のみのラジオ型の生配信を水曜日21時から行っています。昨日は、この総裁選と政治家たちの言葉をテーマに、上西光子さんにお話を伺っていきました。その前週なんですけれども、その一つ前の週は望月磯子さんにゲストにお越しいただいて、で菅政権の1年は何だったのか、
ということも振り返っていきました。で、来週水曜日21時からも配信を行っていきますので、ぜひ皆さんにお聞きいただければと思います。ということで、本日も皆さん遅くまでお付き合いありがとうございました。また番組を通してお目にかかれることを楽しみにしております。おやすみなさい。ありがとうございました。Thank you.